てほんまにアホや、人の気持ちも聞かんとわがまま言うばかり。あんたはアホや、寂しがりやで女好きで、どうせ私はあんたのただの気まぐれや。そうや、わかってるんや、わかってるんやけど、どうにもならへんね。うなぎだりから難波まで、あんたのこと考えて歩いた。通りすがりに声かけられた。あんたなんかもう知らん。そのままで生きたらいいわ。そんなあんたをお月さんみたいに遠くでそっと見ていてあげよう。うなぎ谷から何